時間が迫ってきているので簡単に、じゃあその資金どうやって調達するんですかってことですけれども、これについては国に金を出せと求めるのは当然、コロナの指定をしろというのは当然、でもそれを求めてたとしてもいつ入ってくるかわからない、いつ指定されるかわからない、だったらオリジナルで東京都で金を用意するということをまずやらなきゃいけない。じゃあどうやるか、地方債の発行です。地方債の発行、どれぐらいまで発行できるのか。東京は財政の健全な団体です。日本一、全然違う。1年間の収入、東京のそれに占める年間のローン支払い額は 1.5% なんですよ。飛び抜けてんですね。全国平均 10.9%。 そして緊急事態っていうところに対象になった地域を比べても、北海道 20.9%、 大阪でも 16.8%、 そんな状態ですよ。東京は確実に大きなお金を用意できる。最高どれぐらいまでいけますかね。総務省と何度も話し合いをした。20兆円以上は問題がございませんと。そして東京の法人税収入を考えるならば、そこに対して、なんだろうな、総務省の許可が必要とかっていうことにもならないと。十分やっていけるでしょうというお墨付きをもらってる。だとするならば15兆円、これをまず資金として担保する。15兆円分割でもいい、担保する。そして皆さんの必要な底上げをしていく。もちろんそこに対しては後々ですけれども、緊急時に地方が必要とする金は地方債で賄った時には日本銀行がそれを買い取る、買い受けるっていうことも可能にしていくことが必要です。だから国政も変えていかなきゃダメなんです。政権交代しなきゃダメなんです。揺らしていきましょうよ。東京から全国とつながって政治を変えるために、東京都というね、そのトップに立って都民の生活を守り、そして国政もひっくり返していきますよ。全国つながって揺らしていきましょうよ。力貸してください、力貸してください。あなたのためにやりたい。ありがとうございます。